作家の猪瀬直樹さんにこれからお話を伺っていきたいと思います。猪瀬さん、よろしくお願いします。はい、どうも、猪瀬です。はい、先日3月13日数日前にちょっと大きな宮城、うん、2月2月13日に土曜日ね、はい、大きな地震がありましたよね、うん、宮城県福島県を震源地とした震度6強の地震があったかと思うんですけど、10年前に起きた東日本大震災から10年が経つということで、まあ、忘れてはいけないその震災の記憶っていうものをもう一度今私たちは考えた方がいいんじゃないかなっていうこともありますし、そういう意図は特になくても、この救出っていう本が今改めて注目されているということで、うん、ちょっとこの本についていろいろお話を伺えたらなと思っています。そうです。いや本当にいい、この間のつい行く時間、まあ、土曜日だね、夜の11時過ぎに、うん、まあ、福島県では震度6強で、はい、僕は東京にいたんで、まあ、震度4ぐらいの、震動が長かったですね。ね、普通は地震は10秒とか20秒が多いけれども、うん、30秒以上続いてたね、40秒ぐらいね、うん、まあ、それでやっぱり10年前を皆さん思い出したと思うんですね、うん、で、まあ、我々にとって10年っていうのは長いですけど、はい、地球の年齢にとっては、うん、地球の長い歴史から見ると、うん、10年なんていうのはある意味では 0.1 秒ぐらいのそういう時間だと思うんですね、うん、ですからこれからもまだ余震があると言ってましたけれども、うん、あるいはこれは南海トラフにつながったりとか、うん、まあ、いろんなことを語ってる地震学者もいましたが、やっぱり地震いつ来るかわからないっていうことなんですが、はい、3.1 日の日をちょっと思い出していただきたいですね、はい、で僕はこの救出という本を、うん、3.11 の時は僕は副知事だったんですね、はい、東京都の副知事だったんですが、はい、その後都知事になって、それから辞めた後に2013年の終わりに都知事辞めて、はい、それで2015年に、うん、まあ、2014年の間ずっとこの救出という本を書いてたんですね、うん、で2015年に発売したんですけど、はい、これが今小学館文庫になって、うん、10年目にね、これは震災から、うん、で今発売即重版ということで、うん、呼ばれ始めてるんですけども、震災の記録、311の本っていうのは、はい、もう震災直後に100冊ぐらい出てますけれども、うん、まあ、その中で、うん、まあ、10冊ぐらいは、うん、10年、20年、30年も残ると思うんですね、うん、この救出という本は多分その残る本の一冊になると思います、うん、で、どうしてこの救出という本を書いたかというと、はい、そのプロセスというか非常に簡単なあらすじを説明しますと、はい、3.11 の夜に、うん、気仙沼が地震、もうあちこち津波の被害が大変だっていうニュースがずっと続いてるんですが、はい、気仙沼の映像が夜の8時からぐらいに自衛隊のかなり高い位置からの航空映像が、うん、ちょっと報じられたんですね、はい、自衛隊機が上空かなり高いところから気仙沼湾が火がボーボーになってて、うん、もうすごい火災が起きてるっていう、そういう映像ですね、はい、そういう映像が映ったんですね、 NHK にね、うん、はい、自衛隊機が撮ったやつですね、うん、昔阪神大震災ってありましたけれども、はい、阪神大震災でも長田区がずっと火が燃えてましたね、うん、もう皆さん昔のことだから覚えてないかも、見てないかもしれませんが、テレビの映像で長田区がもうずっと火が燃えてて、はい、これどうにかならないのかと思ってました。で、311の夜ですけれども、はい、そういう映像が映ったんですが、うん、まあ、津波の映像がメインですから、うん、波が高い波が来て
家とか車がさらわれていく映像がずっと延々と続いてました、うん、まあ、それはともかくそういう中で東京は帰宅困難者が溢れていました、うん、で帰宅困難者が溢れて300万人ぐらいいたのかな、うん、で東京都としては、はい、東京のどこに避難したらいいかというか、家に帰れない、電車が止まって家に帰れない人たちがどこに避難したらいいかということで、例えば池袋の東京芸術劇場とか、うん、あるいはビッグサイトとかですね、はい、あるいは都庁の1階も開放して、うん、そういうことを、はい、まずホームページで、はい、伝えようとしたんですね、はい、ところがホームページにアクセスが殺到して、うん、それでホームページがパンクしちゃったんですね、うんうん、ダウンしちゃったんですね、うんうん、そうするとどうやって広報活動をしたらいいのか、うん、要するに危機の中でどういう情報を、うん、当時は、うん、まあ、携帯はありましたけど、はい、スマホももちろんある程度普及してるんですが、うん、情報が入らないんですね、うん、で東京都庁発の情報をどう発信したらいいか考えて、はい、で僕はツイッターを、うん、東京都の都庁の中でツイッターをやってる人間は、うん、民間から来た副知事の僕しかいないんですね、はい、民間人1名しかいませんからそれでツイッターでどんどん情報を発信しました、はい、だから例えば今新宿高校が開けましたよとかね、うん、はい、その JR が電車飛べちゃいましたから、うん、今言った芸術劇場開けましたよとか、はい、あるいは都庁に1回開けましたよとか、どんどん集まってそこでとりあえず休んでくださいとかっていう情報発信とともに、うんうん、電車がいつから動くかとか、そういう情報も発信しなければいけないんで、はい、まあ、東京都は東営地下鉄を持ってますから、はい、東営地下鉄が何時から動き出すかというふうな情報発信もしなきゃいけないですね、うん、で、まあ、実際には9時半ぐらいから動きますよとかね、うんうん、そういう発信すると今日家に帰るのか帰らないのか迷ってる人がいっぱいいるわけですね、うん、歩いて帰るのかとかね、うん、あるいはどっかにまあ、泊まってた方がいいのかとかね、うん、それで、まあ、そこで毛布をもらって休むとかね、うん、いろんな形があるんですけど、うん、まあ、とにかく一番危機の状況の中では、うん、情報が一番大事なんですね、うんうん、で、まあ、とりあえずそういう情報を僕が発信すると、はい、そうするとその外からいろんな連絡が入ってきますから、うん、ツイッターもですね、どん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 入ってきます、僕の方に、うん、@猪瀬直樹宛てにツイッターが入ってきますので、うん、はい、とりあえず膨大な量が入ってくる、うん、たった1本のツイッターしかないんですね、はい、でそこでそのすぐにその、うん、職員に、はい、そのツイッターを全部もう見てる時間がないからすり出せと、うんうんうん、そうするともう2センチぐらい、3センチぐらいの厚さになるすり出すだけで、うん、ものすごい量になります。それで僕はそれをパラパラパラッと斜め読みしながら、はい、何か問題がないかどうか、うん、例えば近くの病院で薬が足りないとかね、うん、いろんなものが入ってくるわけです、うん、あるいはその関東大震災の時にデマ情報がいっぱいあって、うん、女性陣が、毒をまいたとかね、そういうデマがありました、うん、同じようにいろんなデマが入ってくるんですね、うん、そういうやっぱりこういう時にデマ情報って非常に重要な、うん、問題になるんですけども、うん、そういう中でつまり玉石混交な情報が入ってくるわけですね、うん、そこでふと目を留めたのが、うん、ロンドンから発信されたっていうのはその時わからないんですけれども、はい、ある情報が、はい、ツイッターで140字ぴったり入ってきました、はい、その情報というのはこれが大変だなっていうふうにちょっと僕は、うん、そこに引っかかって、はい、これを何とかしなきゃっていうふうにまず思うんですが、どういう情報かというと、うん、はい、今ちょっと今出しますけども、はい、こういう情報なんですね、うん、はい、障害児童施設の園長である私の母が、うん、その子供たち十数人と一緒に
避難先の宮城県気仙沼市中央公民館の3階にまだ取り残されています、はい、下の階や外は津波で浸水し地上からは近寄れない模様、うん、もし空からの救助が可能であれば子どもたちだけでも助けてあげられませんでしょうか、うん、これ140字ぴったりなんですね、はい、つまりその障害児施設の園長が私の母だと、はい、それで障害児施設で預かっている子どもたちが十数人いると、うん、それが気仙沼の中央公民館の3階にいる、うん、でも津波で浸水して誰も近寄れない、うん、こうなったら空から救助するしかないんじゃないか、うん、ということなんですね、はい、でせめて子どもたちだけでも助けてあげられませんでしょうかと、うん、こういうツイッターなんですが、はい、これを見て僕は、うん、あこれはデマじゃないなというふうに思いましたね。それで当時、うん、あの都庁にやっぱり消防庁東京消防庁の、うん、幹部が詰めてますから、はい、あの消防庁は別にあるんですけど都庁に今来てるわけですね、はい、ですぐ呼んで、うん、これどう思うかと、うん、あんたはもう危機管理のプロだろうから、うんこの一文は嘘じゃないだろう、うん、本当だと思うって僕は聞いたんです、ねうんうん、言ったらいや私も本当だと思いますと、はい、で僕は作家ですから、はい、文章というのはきちんと分析して考えますから、うん、5W1H がしっかりしてるかどうかなんですね、うんうんうん、デマの場合は 5W1H がかなりやっぱりいい加減な場合が多いから、うん、本当かどうかっていうのは僕なりに作家としてこれは本当だなと判断しました、うんはい、そしてその消防の部長も、はい、これは本当ですねと、うん、じゃあどうするかというふうな話になりますよね、はい、これはもう夜の 10時か11時ぐらいになりますねこの時間帯で、うんうん、その当時、はい、で火がぼうぼう燃えてる映像が時々映りますから、うん、これ大変じゃないかと、うん、この中央公民館に火が押し寄せたら、うん、みんな丸焼けになってしまうだろうとでまあ海の中の孤島みたいにこの建物があるとしたら、うん、これはなんとか助けるとしたらヘリコプター出すしかないだろう、うん、まあそういう話になったんですね、はい、だけどまずは東京都というのは独立した自治体ですけれども、うん、気仙沼ももう一つの自治体ですね、はい、自治体から要請がなければ、うん、そういうその枠を超えて、やることができないんですね救助に救助行けないんですか、はい、だけどまあ基本的にそので消防の部長は要請がありませんっていうね、うんうん、それ要請ないだろうって、うん、それどこじゃない気仙沼の消防署が崩壊してるんだから、うん、気仙沼の消防署から要請ができるわけがないと、うん、だからこれは独自に判断するしかないだろう、うん、っていうことで相談してまあ今真っ暗ですから、うん、夜中の12時近くになってますから、うんこれは朝一番で、うん、ヘリは有視界飛行といって、うん、無線で、誘導するわけじゃないですからね、うん、有視界飛行っていうのは、まあ、見える、はい、目で見て操縦しますから、うん、朝まあ5時6時ぐらいになると明るくなるから、うん、朝一番で出動すればどうだろうと、うん、いうことになったんですねで、そうして行ってみたら、うん、もう本当に孤立して、うんまあ、いた、まあ、行くということになるんですけど、はい、実はそこには障害児施設の児童が十数人というはずが、うん、行ってみたら446人いたんですね、うん、で保育園のお子さんたちが71人いて、うん、そのうち0歳児が10人近くいるわけですね、うん、それで妊婦さんもいるし、うんそれから90歳代のおじいさんおばあさんもいるわけですね、はい、要するにそこの一帯の人たちが全部そこに逃げ込んだんですね、うん、でもうこれ水もないっていう状態の中で、うん、一晩彼らは夜をね夜を過ごしていて寒いでしょうしね、うん、それで、うん、みぞれが夕方以降降ったりとか、うん、今度は火が押し寄せてくるんですね、うん、で後で分かるわけですけど、はい、そういうことはね瓦礫の塊に火がついて、うん、気仙沼湾をその瓦礫のその火が漂流してるんですね、はい、そして重油がこぼれたりしてるし、うん、ガスタンクが壊れたりしてますからどんどん移ってるんですね、うん、
そういうところにドシーンドシーンと大きな、うん、その、瓦礫がぶつかって、鉄筋コンクリート3階建ての建物なんだけど、そうすると地震のように揺れるんですね、うん、そして、石油の燃えかす、重油の燃えかすとかがくすぶって、うん、その真っ黒になったりするんですね、煙が、うん、そういう中を一晩彼らは過ごしていたんですが、そういうことはその時点でわからないわけですが、はい、朝とにかくヘリが到着した時には、うん、上空からホバリングして、うん、そして消防士がスルスルスルっと降りていくわけですね、はい、降りて行ってみたら446人だ、うん、飲まず食わずですね、うん、中央公民館っていう、まあ、はい、よくある建物ですね、うん、市民会館みたいな、はい、で気仙沼の町の方、市街地の方にあるのは、うん、市民会館のようなものがあるんですけど、うん、これは魚市場の方にあって、はい、少し離れたところにあるんですね、うん、で魚の加工工場とか製氷、氷を作る工場とか、うん、ちょっとこう下町っぽい工場、うん、工場の場がいっぱいあるような場所なんですね、はい、まあ、そういうところで、中央公民館で、中央じゃないんですけども、うん、中央公民館っていうのはもう一つ市民会館と別に、商店街と別に今度は工場街にある、うん、そういう公民館なんですけれども、はい、ホールがあって、そして、2階まで水が浸かって、うん、2階の屋上に一部3階建てがあって、はい、というふうな建物ですけど、うん、2階までいっぱい水が浸かってましたから、はい、それでね、よく水道が上の方に丸い球体みたいのがありますよね、水をこう溜めておくようなビルの上に、うん、ありますね、はいはい、タンクみたいな、タンクみたいな、はい、あれがあるからいいじゃないかと思うと大間違いで、うん、あれ結局水溜まってても、うん、途中で管が流れちゃってるから水が全部こぼれちゃってるんですよね、はい、だから水がないんですね、はい、だからそういう中で苦しんでるわけですね、うん、彼らはね、もう何にも飲むものも食べるものもないし、寒い3月の時に屋上出てくるんですよね、まあ、そういうことはまず、うん、まずは行かないとわからないんですが、はい、とりあえず十数人のお子さんたちがいると、うん、その園長さんのおばさんですね、60歳ぐらいのおばさんと、うん、お子さんたちと、まあ、先生ですね、はい、いるというぐらいの情報ですね。でもそれをこれはきっと真実だっていうふうに、まあ、すごい当日膨大な寄せられた情報の中からきっとこれはデマじゃないっていう判断をして、その救助に向かう判断をされたっていうことですもんね、まあ、それはだから大事なことは、うん、手続きなんかいらないっていうことなんですね、うん、つまりその相手側に要請がなくても、はい、判断していいということですね、うん、そういう危機管理の中ではね、有事の際には、有事の際には、うん、まあ、そこでヘリを行かせるっていう判断を、はい、まあ、要は僕が責任取るからって言えばそれで終わりなんですね、うん、要は動くんです、うん、それで、パトリアに助けられるかどうかっていうのが、うん、でヘリでスルスルスルと降りていったら、うん、446人でびっくりしたわけですね、うん、消防士さんは、うん、そんないると思ってないって言ってますもんね、まあ、だからゼロ歳児ですね、うん、ゼロ歳児とか妊婦さんとか、はい、おじいちゃんおばあちゃんとかをまずホバリングしながら、うん、上に引き上げるわけですね、うん、まあ、これ50人ぐらいがやっとですよ、とりあえずそこで危機は脱出するということで、あと水を補給して、うん、食料を補給して、はい、で、まあ、翌日になったら水が引いてきますから、うん、あと残り400人はその翌日に助けるということになるんですけども、うんうんうん、とりあえず危ない人たち50人ぐらいね、うん、その弱い人たち、はい、弱者を50人ぐらい救出して、うん、とりあえず危機を脱したということになるんですね、うんうん、まあ、そういうことで、うん、実はね、これ後でいろんなことわかるんですが、はい、その時点ではヘリを飛ばして、うん、まあ、なんとか助かったなっていうところまでだったんですね、うんうんうん、それから1年ぐらい経ちまして、うん、3.11、うん、2011年の 3.11 から1年経って、はい、2012年の春に、うん、保育園の園長さんと、うん、障害施設の園長さんと、はい、お二人が都庁にお礼に来たんですね、うん、それで詳しく聞いて、うん、400人いたのっていうね、うん、
保育園0歳児いたのってそこで初めてその聞くわけですね、はい、あのつまり事後報告は1年後だったんですね。まあその時はもうとにかくそのヘリを飛ばしてあとはもう東京都内でいろんなその比較した困難者を救うとかいろんなことで手一杯一晩中徹夜やってますからね、まあ、1年経ってそういう実際のところが分かったんですね、はい、そしてその保育園の園長さんと障害児施設の園長さんが、うんまあ、どちらも50代後半ぐらい60歳近いお子さんですけども、うん、あの今度丘の上に、うん、あの保育園と障害児施設を、うんはい、あの新しくできることになりましたと、うんうん、あのユニセフの協力で、うんでようやく震災から1年経って、うん、1年半後にはあの新しい施設ができますから、うん、ぜひその時には、うん、式典に来てくださいというふうに言われたんですね、はい、であそれは良かったねと、うん、1年半後に、うん、つまり2012年の秋ですね、はいうん、できるんだな良かったねっていうふうなことで、うん、じゃあその時に式典に行きますよって僕は言ったわけですね、うん、でそしたらちょうど2012年の夏にロンドンオリンピックがあるんですね、はいうん、ロンドンオリンピック僕はあの石原当時知事の代わりにロンドンオリンピックに行くわけですけれども、はい、そこのロンドンオリンピックで、うん、あのある人物に会うことになるんですね、はい、でこれはどういうことかというとあのツイッターを、はい、僕がツイッターに気づいたのは、うんその僕にメンションをしてねメンションする人はいなきゃいけないんで、うんうん、まずはその最初の障害児童施設園長である私の母が、うん、その子どもたち十数人と一緒に避難先の宮城県気仙沼市中央公民館の3階にまだ取り残されています、うん、下の階や外は津波で浸水し地上からは力がない模様、うん、もし空からの救助が可能であれば子どもたちだけでも助けてあげられませんでしょうかと、うんこれを書いた人は、はい、ロンドンの人なんですね、うん、なんでロンドンの人かっていうと、はい、この園長さんの息子さんなんですね、うん、園長さんの息子さんがロンドンから発信したんですね、うん、これをであの SNS は空間がありませんから、はい、あのどこにいても同じなわけですから、うん、でじゃあなんで園長さんの息子が発信したかというと、うん、園長さんがその中央公民館の屋上から、うん火の海ダメかも頑張るって短い、うんうん、あのショートメール打つんですねガラケーで、はい、でそのショートメール火の海ダメかも頑張るってもう手を震えながらあの指先でポツポツポツと打つから、うん、あの途切れたような文章なんですね、うんうん、それをあのロンドンの息子が受信するんですね、うんうん、でそれは夜ですからロンドンちょうど震災の時にはロンドンが朝なんですね、うん、朝起きたらお母さんから火の海ダメかも頑張る、うん、あこれ中央公民館って書いてあるから、うん、あそこだっていうふうにね、うん、その障害施設のすぐ近くに中央公民館あるのは息子さん知ってますから、うん、それで息子さんはその風景を頭の中で思い浮かべてこの文章を作るんですね、うん、でその文章を作って朝送るわけですね、うん、そうすると東京は1400万近い人口があるわけですね、うんはい、あるいは首都圏含めると3000万以上の人口があるわけですね千葉埼玉、はい、神奈川も入れてねそこに打つわけですよね、うん、向けて打ったというかね、うん、ところがみんなもう自分のことで精一杯ですから、うん、それを僕のところに、うん、アットマークイノセで当ててきた人が言ってくるんですね、うんうん、それが零細企業の親父さんだったんですね。50歳近い人なんですけど、はい、零細企業の親父さんが僕のところに打ってきた、うん、だから1300万1400万いる中で、うん、たった一人が僕のところにこれ打ってきたわけで、うん、そうじゃなければ僕は気づかなかったんですね。都庁のもう連絡先もねパンクしてて届けられないっていう時にその一人じゃあこの人は何なのかっていうことなんですけど、うんうんうんその前にまずはだから僕はロンドンに2012年行くことになって、うんはい、でその春にお礼に来たわけですね、うん、園長さんお二人が、はい、で、ロンドンオリンピック行って、はい、その後にその
施設が再建されて式典があるというので、うんうん、あそうだとロンドンに息子さんいるんなら、うん、せっかく公費でロンドンに旅費もらって行ってるわけだから、うんうん、無駄にしないようにしようと、うんはい、ロンドンの息子さんに会うんですね、うん、でロンドンの息子さんは30歳ぐらいの息子さんで、はいうんうん、で30歳のぐらいの息子さんに会ったら、うん、どこにいるかいろいろ探したら、うん、住所を聞いて行ったんですね、うん、そしたらね秋葉原みたいなね、うん、そのまあ秋葉原は電気の街ですけど、うん、宝石の街なんですね。上野の網横じゃない。まあいろいろやっぱりロンドンでもみんなそれぞれごちゃごちゃしたところがあるんですね。で宝石屋さんばっかりがね、うん、100軒200軒並んでんですね、うん、ごちゃごちゃして裏に工房があったりとか、ほうほう、要するにカルチェとかそういうんじゃないんだよね。なくね、はいはい、そういうブランドじゃない、うん、そういう地場産業の宝石屋さんの街がそこにあったんですね、うんうんうん、そこで僕行ったらその、はい裏 の、うん、あの路地で工房があって、うん、その工房をあの、まあ、小さな、まあ、要するに工房の社長さんなんですね、うん、息子さんがね、30歳の息子さんが、はい、で、そこで僕が見てこの風景見てああそうかって分かったんですね、うん、この息子さんはまあいろいろ話聞くと、うん、気仙沼から気仙沼の、うん、近くの一ノ関高専高等専門学校、はい、途中で、中退してロンドンに行って、うん、なんでロンドンに行ったの来たのって言ったら、いやあの靴をね、うん、靴のデザインをやりたいって思ってきたと、うん、まあそれはいいんですけどその後やってるうちに、うん、その指輪とかああいうのを手作りでやる、うん、ああいうあのよく道で広げたりしてましたね、はいはいはい、そういうの、まあ、そういうあたりからいろいろ始まって、うん、そのこの町に入り込んできたと、うん、でいろいろ腕も認められて、うん、工房を持つようになったと、うん、いうことなんですね。でそこで僕はこの人の文章が、うん、5W1H が非常によくできていることの理由が分かってきたんですけれども、うんうん、普段相手商売してる相手って、うんあこの町ユダヤ人の町だなって分かったんですね。宝石をずっと商いしているそういう地場産業、はいうん、そうすると長々で説明しても、うん、相手は納得してくれませんよね、うんうん、でファクトとロジックをきちんと言って、うん、自分の商品はいかにいいデザインで品質がいいかということを説明しないと取引できませんね、うんはい、そうかと分かったんですね、うんこの人は作家じゃなくてもきちんとした文章を書けるのは、うん、ナーナーの世界じゃないところにいるからだと、うん、日常的にユダヤ人と交渉している、うん、そういうことをやってきたからこういう文章を書けるんだということは分かったんですけど、うん、もちろん個人のセンスもなきゃならないんですけども、うんまあ、センスがあるからそこで生き残れたんですね、うんまあ、そういうことが分かりましたと、うん、なるほどなということなんですね、うん、それで、ロンドンから僕は東京に戻ってきて、うん夏ですからね、はい、で秋にあの保育園と障害施設が、うん、あの丘の上に立つということで、うん、式典があるで呼ばれました、うん、と呼ばれた時に僕はふと思ったのは、うん、これは僕だけが呼ばれるんじゃなくて、うん、僕にメンションしてきた、うん、その零細企業の親父ってもそれ知らないんですね、はいはいうんうん、どういう人か分かんないんで、うん、とにかく州って書いてあったり、アカウント名に、ねはい、それを調べて連絡をつけたんですね、うん、メッセージ連絡取って、うん、そしたらその50歳近い零細企業の親父だってことが分かったんですね、うん、でどういう人かよく分かんないんだけどあなたも、うん、とにかく新しいその保育園と障害施設ができるので、うん、一緒に招かれて、うん、招かれると招かれてはいないけど僕と一緒に行こうよと、うん、それで新幹線の駅で待ち合わせたんですね、うん、と散々遊んで、うん、ところがバブルが崩壊して、うん、風俗店もパーになり、うん、彼は借金を抱えて、うん、その奥さんは子供逃げられて、うん、で毎月借金を返しながら細々とその仕事を始めたと、うん、で名刺をもらったらあのステディライズって書いてあるんですね、うん、英語で、うんうん、ステディライズって一歩一歩、うん、あの
進む、うん、まあ、登っていく、登っていく、確実に登っていくっていう、うん、そういう、なるほどと思って、うんうんうん、どんな仕事って言ったら、うん、事務機の岡村って有名な会社があるんだけど、うん、その下請けだと、うん、下請けの下請けみたいな、うん、要するに会社が引っ越す時に、あるいはビルが新築されると、そのフロアにロッカーとか事務机とか、あのコンピューターの色の置く机とかいろいろあります、ね、それを並べたりして、うん、そして、はい、できましたってやる、うんうん、その最後の工程の、うん、最後の最後の仕事がどさっと岡村から来たのを並べるという仕事ですね、うんうん、従業員10人ぐらいで、うん、細々と、利幅は少ないけど、うん、確実にその食べられる仕事だという、うん、そういう大儲けはしないけども、うん、確実にその利益を積み重ねていく、うんうん、堅実な、ステディーライフ、ね、確かに、うんうん、そういう仕事をしてるんです。でその震災の当日も、うん、早稲田大学の研修室かなんかの机を並べ終えて、うん、それから今度東京ガスの、はい、あるフロアの事務机を、うん、並べるために向かっていたら地震があったと、うん、いうことで慌ててそこで渋滞に巻き込まれて、うん、で、まあいろいろあって、うん、やっぱ東京中野区に事務所があるんですけど、そこになんとか戻って、うん、そしたら気仙沼燃えていたというニュースを見てね。で、このロンドンから発せられた、うん、ロンドンから発せられたかどうかわかんないんだけど、うん、このツイッターを見て、うん、あ、そうだ、副知事に猪瀬さんがいる、うん、と思って、うん、アットマーク猪瀬直樹で打ってきたということだったんですね、うん、このロンドンにいた息子さんが直接猪瀬さんにご連絡したっていうことじゃなくて、そのツイートを見た鈴木さんが、うん、気づいてこれはどうにか知らせなきゃと思って、うん、でも都庁は今サーバーパンクしてっていうか連絡つかないし、うんうん、っていう起点を回して猪瀬さんにツイッター、当時、まあ、お一人だけだった、その都関連でやってたのに連絡を打って、うん、それを見た猪瀬さんがなんかこれはきっと本物の情報だって思って、で救出を決めたっていうことですよね。うん、ね、だからね、すごい。それで僕が思ったのは、うん、まあお母さんが園長さんですよね。うん、まあ少なくともガラケーで、うん、そのショートメール打てたってことやりますね。うんうん、それから確かに充電が切れていくわけですよね、みんな。うん、そうですね。いろんな人が自分家の家族にショートメール打ってるわけですよ。うん、それがだんだん切れてって。うん、それから中継のアンテナがみんなで壊れていくわけですよ、流されて、うん、それもだんだん乏しくなっていって、うん、だからいろんなところに情報が飛んでて、うん、どっかで止まってたり消えたりしてるんですね、うん、でその一筋の流れがロンドンに行ったわけですね、たまたま、うんうんうん、で今たまたまロンドンに行ったけど、ロンドンの息子は、うん、その宝石のビジネスをして、うん、小さなビジネスですけれども、たくましく生き抜いてて、うん、ユダヤ人相手にしてやってた、うん、だから文章を書けた、うん、ファクトとロジックを入れて、うん、こうしかも文章にね、うん、デマかデマかじゃないかって一つは品性があるかないかなんですね、はい、例えばこの文章の中に、うん、もし空からの救助が可能であれば、うん、子供たちだけでも助けてあげられませんでしょうかって書いてあるわけね、うん、つまりお母さん助けてくれとは言ってないからね、そういう文章に品性があるかどうかっていうこともファクトとロジックと重ねて判断するということになるんですね。だからそういう人、文章を書ける人に成長していたっていうことは大事なんですね。それでそれをまた拾って僕に送ってきた人がバブルで人生崩壊して奥さん子供に逃げられて、でまあ生き直したというか、だからこそ、そしてしかもたまたま仙台に風俗店やって、うん、縁があったってことですね、うん、ランキーの人生を振り返りながら、うんうんうん、そういうことだから、なんかやっぱり個人的な動機がそこにあるってことですね、うん、だから一つ一つが偶然なんだけど、うん、そこに必然があるんですね、うん、でさらにね、僕が思ったのは、うんうん、一関から車で1時間もかかって三陸地方って、うん、みんな僻地だと思ってるんだよね、うんうんうん、
三陸地方っていうのは、はい、新幹線はもっと真ん中通ってるわけだから、うん、仙台一ノ関盛岡ってね、うん、一ノ関で降りて1時間半近くかかって海側に行くのに、うん、本当山越えていかなきゃいけないんで、うん、三陸地方ってギザギザのこうね、うん、地図で言うと、まあ、出っ張りがあるような、うん、そういう半島がいっぱいあるような小さなね、うん、湾がいっぱいあるようなね、本当に僻地だと思ってるんで、うんうん、で僕もねだからロンドンの息子に会った時に、うん、なんでさあの気仙沼からロンドンに行くんだろうっていうのは、うん、なんか飛躍があるような気がしたのね、うんうん、でもね気仙沼行ってみたら、うん、後でね、うん、僕もそれまで気仙沼行ったことなかったんだけど、はい、その施設が再建されて、うん、気仙沼の街を見てみたら、うん、あ、そうかって分かったのね。というのはお昼をね、うん、食べに行ったの、うん、そしたらね仮設であの店舗がいっぱいあるわけで、仮設だからね、うん、はいはい、仮設住宅、はい、お店あの要するにあのお店屋さんもみんな仮設なんで、あ、そっか、お店も、はい、なるほど。でそしたらねあの割烹世界って書いてあってね、うん、お店屋さんがあったの、そこであのお昼ご飯食べたんだけど、うん、サンマ定食みたいなね、うんうん、割烹とかでしょ、世界、はい、世界ってさ、うん、そのまさに世界なんだ、うんうんうん、で、えっと思ってそこに、写真が貼ってあって、うん、津波で流されちゃったお店の写真が貼ってあって、うん、そのお店の写真がまるで赤坂の料亭みたいなのね、なんでこんなところに世界っていう名前で赤坂の料亭みたいなのがあったんだろうって、うん、で昭和4年創業って書いてあるんだ、で、うん、分かったんだけど、うん、そうかと、つまりもう明治終わりから大正時代の頃からもう、うん、その気仙沼は世界に出てってたんだね、遠洋漁業で、うんうんうん、あるいは世界中からあの気仙沼港に、うん、取った魚を卸しに来てたんだよね、はいはい、だからスペインを喋れる人もいたりするわけね、うん、気仙沼には。地中海に行ったり南平洋にあの南米日本に行ったりとか、うん、それ世界中行ってるのね。へ、だからその世界っていう割烹があるのも全然不思議じゃなくて、うんうん、それなりにまた儲かってたから、うん、立派な料亭になったりしてるわけだね、うんうんうん、あ、そうか、気仙沼ってそういうとこだったんだと、うん、そうするとそのロンドンの息子っていうのも、うん、我々から見ると、うん、その一ノ関まで来てわざわざなんで東京に来て羽田に成田に行くのかなと思ってたけど、そうじゃなくて、うん、そもそもあの気仙沼から世界に行ってたんだね、うん、だからその息子っていうかお父さんは、はい、あの国際線の船の、うん、あの機関長かなんかやってたんだよ、ね、だから、うん、神戸とか横浜に寄港すると、うん、家族がみんなで気仙沼からそこに行ってホテル泊まって、うん、お父さん寄港の期間短いから、うん、それで一緒にホテルでご飯食べたりしてまたバイバイってやってたっていうのね、うん、だからロンドンに行くっていうのは全然疑問ないわけね、うん、自然っていうか自然にそういう、うん、世界に行くという選択肢があるっていう、うん、あ、ここに国際社会があるんだっていうのを、ね、うん、思ったんですよね、うん、そうすると、うん、僕らは気仙沼とかは僻地だと思ってるわけね、うんうん、ですけど意外とそうでも延長するんだよ、で僻地だと思っているけれども、うん、そうじゃないと、つまり陸と海をポジとネガを逆転させて考えると、うん、陸地をポジで考えた時は僻地だけど、うん、海をネガで考えて、うん、海をポジで考えて陸地をネガにすると、うん、気仙沼はそのハブ空港みたいなものになるわけよね、うん、だから日本の姿も違う形で見ることができるんだなっていうふうに思ったんですけどね、うん、そういうことで、うん、まずはそういういろんな発見があるわけですね、はい、でその鈴木さんっていう零細企業の、うん、はい、おじさんね、事務機の岡村の下請けの、うんうんうん、その鈴木さんにしろ、うん、ロンドンの息子さんにしろ、うん、そして園長さんもまた、うん、そのガラケーでもとりあえず打ったんだよ、打てるんだよね、うんうんうん、そのショートメールを、うん、そうすると一つ一つが人生が重なり合って、うん、で僕もたまたま石原慎太郎知事に呼ばれて、うん、お前さん副知事やってくれって言ったから、
そのツイッターができる福祉だったりとか、ね、そういう人が10年前ですから、そういう福祉でいたから、うん、一つ一つが、うん、みんなあの偶然のようにでありながら、うん、必然があるわけですね、うんうんうん、偶然の必然が、うん、奇跡の連鎖、うん、針の穴を抜けるような偶然が、うん、実は必然がそこにあったんだと、うん、いうことが、うん、だからそういうたまた民間人の福祉だから、うん、ヘリ出しちゃえっていう発想が出てくるわけで、うん、役人じゃないからもうすっ飛ばしてそのお役所の手続き吹っ飛ばしていいよっていう発想になるわけで、うんうんうん、ということであの偶然の必然っていうものが出てくるときに何か起きるんだなっていうことなんだけど、それがこの救出という、はい、で実はだからこれ書いた後に、はい、いや僕は途中で辞めちゃったんで、うんうん、もう一回頭整理し直そうと思って、うん、それでそのあの時のことをもう一回整理して、うん、でさらにこれで大事なことは救出って書いたけど、うん、書き終えてもうタイトル出版社にやっちゃったから表紙できちゃうから、うん、しょうがないんだけど、あいけないこれ脱出ってタイトルにすべきだなって思ったのね、うんうん、それで実はこの中の物語というのは、うんうん、今の話っていうのはほんのわずかなんです、比重は、うん、実はこの物語は、うん、その中央公民館周辺の逃げ込んだ人たち、うん、その70人、71人の子供たちを、うん、あの引率した保育士さんたち、うん、それからその障害施設の園長さんも含めて、うん、はい、あるいは介護士さんとか、うん、あるいはその魚の工場の親父さんとか、うん、あるいは消防団、うん、あの消防署じゃなくて消防団って町のおじさんですよね、はいはい、消防団の人たちとか、あるいは中国人研修生、女の子たち、うん、あの何人もいるわけですね、そういう人たちとか、はい、いろんな人、板金屋さんとか、うん、いろんな人たちがこの446人狭い建物に閉じこもって、うん、まあ、牢状ですね、うん、牢状して一晩どう切り抜けたかって物語だ、実は、うん、脱出なのね、うん、でだから、うん、僕の今話が分かりやすいから、うん、先にその話をしたんだけれども、うん、脱出、いかに脱出したかって話、うん、つまり力を合わせて頑張ると、例えば、うん、ペットボトル、水はないわけですね、うん、はい、ペットボトル数本あった、うん、ただそのペットボトルのキャップだけで一口ずつ飲むんですね、うん、で一口ごっくんルールって作って、うん、一口ずつ、ま、なんとかようやくに一口だけ、うん、でそれでもそうやって提案して回していくっていうこととか、うんうん、あるいはその空、まあ、あの風がピューピュー吹いて、うん、でまあ、満天の星ですよ、真っ暗ですから、うんうん、火は燃えてるんだけど、真上は真っ暗、うん、星の数がもう5000、6000以上もっとあるわけですよ、うん、それが全部見える、そういう中で風が吹いてどんどん温度が下がってくる、うん、そうするとあのホールの屋根にへばりついてる人たちがいっぱいいたんだけど、うん、その人たちが凍えていくわけですね、うん、そこで板金屋さんが消火器を、うん、も探して、うん、消火器のとがったところで屋根を叩くんですね、うん、ガンガン、うん、あの屋根っていうのはコンクリートの屋根だけど、うん、実はコンクリートの発泡スチロールみたいな気泡がある、うん、あの組み立て式の屋根ですから、はい、どんどん叩けば穴開くってこと知ってるんですよ、うんうん、でガンガン叩いて穴開けて、うん、で一人分の穴を開けるんですよ、うん、そうするとそこから天井裏に入れるんですね、うん、キャットウォークといって、うん、あのホールの上の方のいわゆる裏方の照明とかいわゆる人たちの場所があるので、うん、そこに入り込めるってことが分かるんですよ、うんうん、そういうことをやったりとか、うん、その女の人半分ですから、うん、そおばさんたち活躍するんですね、うんうん、だからそれこそあの女性の活躍みたいなのを目指す、うんうん、保育士さんにしろ看護師さんにしろみんな頑張って、うん、でそれ穴開けたりいろいろ赤ちゃんたちを、うん、屋上もうすぐ下まで水来てますから、うん、屋上どうし風吹いてるところで、うん、あのカーテンを屋根にして、そこであの黒い煙を防いで、うん、でへばりつくような、うん、それをみんなでやったりとか、そういういろんなことやるんですね、う
まあ、そういうつまり446人がどう、うん、オーケストラなんですねこれはね、うん、みんなの力がそれぞれもう本当に命の危機を感じながらでもどうにか助けなきゃって多分自分が助かるっていうよりもそこにいる弱い命を助けなきゃってそれぞれが思ってそうですね、まあ、サバイバルですよね、うん、本当に、まあ、もちろん小さな諍いも起きるわけですけども、うん、そういうところもきちんとだけど解決していくというね、うん、そういう一晩の話を、うん、どういう一晩であったかっていうね、うん、誰がどういう活躍したのか、うん、まあそれぞれみんなその無名の人たちですね、はい、姿勢の普通の方々ですよね、姿勢の人たちがどう活躍したっていうのを、うん、実は僕はこれ時間ができたんで、うん、現地に行って、うん、インタビューで再構成したんですね、うん、でなあの時どこで何をしていたのかって全部こう、うん、聞き取っていってで一つのドラマに作り上げてみたんですね、うん、でこれ全部本当のことですから、うん、ドキュメンタリーということ、うん、だからこれ僕は自分で言うのもなんですけども、うん、これが震災の本っていうのは、うん、まあ100冊以上出たけど、うん、これはその中の残る数冊の中に入ると思います、うんうん、つまり吉村明さんの三陸 大津波っていう本が昔あったんですね、うん、明治 の、うん、津波の話、うん、昭和初期の津波の話、はい、それを書いた本があるんですけども、この本もあと例えば30年、うん、50年経ってもう一回読み返して、うん、我々のアイデンティティというものはどういうものであったのかと、うん、その現地の人たちね、うん、そしていかに今後来る危機を乗り越える教訓とするかと、うん、いうことになると思うんですね、うん、まあ、だからちょうど10年単行本だったものが、うんうん、10年目にちょうどこれで文庫本として、はい、新しく出たということなんですね、うんうん、巻末に田原総一郎さんと対談してますけど、はい、うんうん、まあ、東京都からヘリを飛ばすっていうのは異例の措置だったわけですけど、うん、やっぱりそういう446人のオーケストラがやっぱり素晴らしいんだなっていう、うん、そういう話としてやっぱ読んでいただきたいなと、はい、で偶然の視線も必ずあると、うん、446人たちもそこで偶然の視線の中で生きていたと、うん、つまり普段から東部働きで働いたりしている人たちが多くて、うん、しかもその地場産業みたいな、うん、いろんなその生活力のある人たちですね、うん、そういう人たちがみんなサバイバルの力を持っていたということなんですね、うん、はい、まあ、以上大体、まあ、お話ししましたけれども、はい、まあ、ぜひこの救出 3.11 気仙沼公民館に取り残された446人というタイトルで、うん、はい、未来へと記憶されるべき人々がつないだ、うん、うん、偶然の視線の物語、はい、ぜひ皆さんにもお読みいただきたいです。本当に地震って他人事じゃないっていうか、いやだからこの、ね、まあ、土曜日に地震があって、うん、これがだから余震だっていうわけでしょ3.11 の、うん、だから最初にも言いましたけど、ね、地球にとっての10年なんていうのは、うん、我々にとっての10年なんていうのは地球にとっては1秒とか 0.1 秒みたいな時間軸なんで、うん、だからまたこれからも多分あるだろう、うん、はい、その時にどういうふうにまた生き残ったらいいのか、うん、どういう教訓を得たらいいのかということをぜひ読み取ってほしいなと思うんですね、はい、ありがとうございます。